はい、村山和則です。芸術祭の作品で、結構好きな作品なんですけれども、こちらでございます。場所中里地区ですね。カーテンがちょっと引っかかってますけども、まあ、風が強いと中止になったり、カーテンがですね縛られる感じになったりもします。普通にまあ窓枠があってカーテンがあるというだけの作品なんですけども、まあ、自然が変化することによってもう作品自体が、まあ、変化するといいますか、もう本当に、まあ、そのままですかね。まあ融合というか、なかなか面白い作品だなと思います。今春ですけれども、まあ、新緑であったり、まあ、遠くの山ですね、雪山が見えたりということで、まあ、本当に、季節ごとに違う感じになりますので面白いかなと思います。ということで見ていただければなと思います。ありがとうございます。